することがない。暇だ。外の世界を自由に走り回りたいぞ。じゃあ自由に飛び回りたいぞ。一日？おいらは何ヶ月も経ってる気がするけど、いや何ヶ月は大げさでも、少なくとも8回以上は経ってるだろ。よう、こんなところでだべってたのか。あ、来たな、牛使い野郎。みんな、さっきあたりを一周してみたんだが、今日も収穫はなかった。そうか、とりあえず水を飲んで一休みした方がいい。ありがとう、忍。水分補給を忘れてた。助かるよ。こっから出て街ん中を転げ回りて、それか虫相撲をして。親分、恥ずかしいことはやめてくれないか。こんなクソみてえなところで毎日を無駄にするなんて虚しすぎんだろ。外に行けばラーメンを食って花見だってできんのによ。ラーメン？待てよ、旅人、ラーメンといえば腹は減っているか。私もだ。質問を変えよう。このメンツの中で一番食いしん坊なのは誰だ。私ではないと思う。何ジロジロ見てやがる。俺様なわけねえだろ。きっとこいつだ、こいつ。おい、どうしてオイラを見るんだよ。パイモンはお腹が空いたか。そうでもないけど、どうしたんだ。なるほど。は？なるほどって何がだよ。私もさっき聞こえた。20日経っても空腹を感じない。そんなことありえるだろうか。そこも問題だな。人によって時間の経つ感じ方が違う。個人差があるとはいえ、これはいくらなんでも差が大きすぎる。そういや、俺様は3日から5日ぐらい経ってる気がすんのに、喉が渇いてねえし腹も減ってねえ。食べ物を焼いたのも上のせいではなく気分転換のためだ。もともと食料は節約しようと考えていたが、不思議とあれから腹は減っていない。腹が空かないだけじゃない、体も大して疲れていないようだ。寝ようが寝まいが、それもあまり影響していない気がする。私も同じだ。休んでも体は元の調子のまま。かといって疲労感も増えていない。まるで体の状態が停滞しているかのような妙な感覚だ。なんだかますます不気味になってきたぞ。考えただけで背筋がちょっとする。どうしたんだ。何か思いついたのか。そりゃおかしいな。それが本当ならあのあんちゃんは危険な状況にあんのかもしれねえ。あの方は仙人だ。滅多のことでは危機に陥らないはず。おそらくここでは私たちの想像を絶するような事態が起きているのかもしれない。みんな、ついに見つけたわ。あっちに新しい道があったの。どこか別の場所につながっているかもしれない。出口か。よし、出かした。出口、出口。これでやっと外に出られそうだな。いや、そう簡単にはいかないはずだ。気を引き締めて行動した方がいい。特に変わったところはなさそうだけど。さっきこの石の壁を調べた時に妙な違和感があったの。おそらくこれには隠蔽の術がかけられているわ。この奥にある通路を隠すためのね。本当に道があるんだな。だいぶ苦労したが、ようやく出られるってわけか。
イエランさんの洞察力と意志の強さには感服するな。ここ数日ほとんど休んでいなかったんじゃないか。大丈夫よ、別に疲れてないから。それじゃあ全員揃っていることだし、中に入ってみましょう。おお、早く行こう。おいらこんなところさっさと脱出したいぜ。ここにあり。わめくがり、ここだ。ハクセ。しっかり持て、よく見ろ。ああ、手を下す。戦っているようだ。一体誰が。疑似王か、冥王牽制。風の神、我らを導きた。消えろ。なぜ。
無能。ここだ。生きていたら本当にあれは傷つけることなどできない。この声はきっとショーだ。多分何かあったんだ。戦ってるみたいだな。俺たちが助けてやんねえと。でもどうやって探せばいいんだ。創生の時間、今こそ誕生の時。くだらねえ。行くぞ。難攻不落天理チョーク。
西洋など。はっ。ハックス。ここだ。無能。ここだ。土台を刺しているみたいだ。行ってみようぜ。行くぞ。地面が溶けた？この下に何があるんだ？ショーってあんちゃんが下にいいんじゃねえか。早く助けてやんねえと。待って、何かおかしいわ。これは小さな裂け目のようだな。ま、生身の人間が入ってるわけねえよな。コウマ大使、ショーなのか。おいおい、びっくりさせんじゃねえよ。あれ、これって幻か。透き通ってて触れないぞ。コウマ大聖、私たちの声は聞こえるか。おい、アンちゃん、しっかりしろ。反応がない。そんな、お前たち喋った。おお、オイラたち音を頼りにずっとお前のこと探してたんだぞ。本当にここにいたんだな。でもどういうことだ。影、しかしなんつう偶然だ。アンちゃんが行方不明だって知ってすぐに戦ってる音が聞こえてきたんだ。運がいいね。怪我はねえか。偶然だと。待て、何か妙だ。この卑怯は異常だ。お前たち、一刻も早くこの場から去れ。急いで合流した方がいいわね。コウマ大聖、一体何が起きたんだ。今どこにいる。いや、それよりもお前らの身の安全を優先しろ。この空間はどうやら、消えた。怪我してるみたいだし、早く助けに行かないと。この近くで探索できるところとなると、おそらく
この穴の先しかないだろう。まさか怪我人に警告されるとはな。俺たちは別に危険な目に遭っちゃいねえってのに。で、この穴の中に秘密が隠されてんだよな。心配すんねえ、あんちゃん。この俺様がすぐに助けてやる。おや、ぶん、一人で突っ走るのはやめてくれ。犬じゃないんだから。心配無用、俺様は無敵だから。俺様の熱が！どうやら、穴はかなり深い。みんな気をつけてくれ。ってことね。俺様のケツは頑丈だからな。痛かったら泣いたらいい。私は笑いをこらえるから。笑うのかよ。同情するところだろ、ここは。同情すればそれは親分の威厳に対する冒涜になってしまうだろ。それに痛いのは私じゃないから。パイモン、笑ってはいけないぞ。大丈夫だ。好きなだけ笑ってくれていい。シノブ、お前は鬼か？心つむがねえのか？待って。おそらく、コウマ大聖はここにいない。それよりも。こんなところに門があるなんて。なるほどな。ありゃ、遭難者用の小屋だ。絵本で読んだことがあんぜ。危険地帯に小屋を建てるいい奴がいるってな。困ってる人がいたら、そこで休めるようになってるらしい。あんちゃんは、きっとあの中にいる。そんな気がしねえか？なるほど、それだ！いや、危機感のある人なら、そんな楽観的な考えはしない。牛使い野郎、手下と意見が分かれたみたいだな。お前もうなずいてたろ。つまりお前も同類ってことだ。何喜んでやがる。だがな、忍、そこがお前が俺様より劣ってるところだ。わかるか？お前らには門を開ける度胸がねえってことだろ。ならばこの俺様が開けてやる。ほら、どいたどいた。これを開けりゃ外に出れるはずだ。発揮退散、発揮退散。うわあ！私の目がおかしくなったのか、門の中に人がいたような。んなわけねえだろう。きっと見間違いだ。もう一回開けてみたらどうだ。おお、わかった。何度だって開けてやれ。毎日遊んでばかりでうちの子までたぶらかして退散、退散。あの人たち、豆の入ったお椀を抱えてたけど、一体どういうこと？あれは豆をまいて鬼を退治する人たちだ。親分は鬼だからな。なんつう恐ろしい光景だ。そもそもなんでここに稲妻人がいるんだよ。落ち着け、
お前も稲妻人だろう。俺様は稲妻の鬼だ。人間じゃねえ。それよりもこの門はもしかして稲妻へ通じているのか。そんなわけないだろう。この場所どんだけおかしいんだよ。怪奇現象が起きてるとしか思えないぞ。開けたいやつは開けりゃいい。俺様はごめんだぜ。次は誰だ。おいパイモン、次はお前が行け。無理無理、おいら怖いから。誰かが代わりに。私がやろう。おう、ひばれよ。門の中の奴らに負けんな。ああ、中がどうなっているのか私が見てやろう。しのぶ、また本を読んでいるの？そんなことばかりかまけていないで、私の言う通り鳴神大社の巫女になりなさい。お母さんがあなたのために見つけたいい仕事よ。あ、今の誰だ？一体何が起きたんだ？おい、さっきの人ってまさか。恥ずかしながら今のは私の母の声だ。まさかこのようなところにまで来てまた聞かされるとは。さっき巫女になれと言われていたようだが。私は巫女になりたくなくてリーウェの学校に通い始めたんだけど、家族はそれを認めてくれなかった。稲妻へ帰った後も鳴神大社で働くよう私に望んでいるんだ。当時のことだったらオイラも知ってるぞ。巫女ってかなりいい職業なんだろ。家の中で飼える猫もいれば、野生でしか生きられない猫もいる。私は絶対的な自由を必要とする人間だ。巫女の仕事は悪くないが、私には向いていない。そうだな、お前にはやっぱり荒滝派の方が向いてる。見ろよ今のお前のその堂々とした姿を。お前らもそう思うだろう。ああ、私も今のままでいいと思うぞ。仕事とはやはり興味のあるものに就くのが一番だ。その点については私も同意見よ。どうやらこの門は開けた奴の苦手なもんが現れるみてえだな。こんなの誰が開けられるってんだよ。あのあんちゃんが助けを待ってるはずだ。ここでグズグズしてる暇はねえってのに。他の人も試してみたらどうだ。遠慮するわ。心の中で恐れているものが現れるのなら私には試せない。この中に門を開けられる人がいるとしたらそれは私じゃないわ。どうしてだ。この原理自体がおかしいと思わないかしら。私は1ミリも信じていないの。だから何かが起きるはずもないわ。確かにお前って夢とかもなさそうだもんな。なら私がやってみよう。おお、さすが俺様の恩人、いい度胸してんぜ。おそらくあるとは思うが思い出せないんだ。でもこの門を開ければそれを知ることができる。まったく今日一日何やってたの。4キロあった塩のうち売ったのは1キロだけ。残りの 1.5 キロは人にあげて、もう 1.5 キロは酒と交換するなんて。それでいくらの稼ぎになったかわかる？はあ？店の商品を適当に売っていいと言ったのはあんただろう。なのに人にあげて何が悪い。このバカ、隣のじいさんに塩を取りに来させたでしょ。その時途中で転んで足を折ったって言うじゃない。しかもそこの息子が慰謝料を求めてんのよ。あんたって人はまったく。はあ、なるほど、民事訴訟か。さっきのは誰だったんだ。誰でもない。ただ私を悩ませた民事訴訟の縮図だ。つまり
日常で起こるいざこざが怖いってこと？いや、ただつまらないことで争う人が苦手なだけだ。先ほどの案件も良かれと思ってしたことが大きな災いを招いている。善意のつもりが怪我の原因になってしまうとはね。はあ、実に残念な結果だよ。私は世に起きた問題を少しでも解決するためこの仕事に就いた。だが人の心の複雑さだけは今もまだうまくつかめていない。わかるよ。人の心ほど複雑で傷つきやすいものはない。さて、他にも試してみたい人はいるか？私を見ないでちょうだい。絶対にやらないから。言えらんよ。ここにいる全員は仲間だろ。試したくないっつってもちゃんとした理由がなきゃな。なるほどね。じゃあ正直に言うけど、私はリーユエ七世の天中園行幸の下で働いているの。仕事の内容はリーユエの重要な秘密に関わっているわ。この門を開けて、もし秘密に触れてしまったら、ここにいる全員を口封じのために処分することになるかもしれない。この理由で満足いただけたかしら？おお、そうか。すげえじゃねえか。それよりも忍ぶ、天中園行子って誰だ？秘密を探っていることがバレたら、生きたまま双眼鏡園から返してくれないかもしれない人。それが行幸だ。親分、この世界について本当に何も知らないんだな。知らねえとなんか問題あんのか？俺様は自由気ままな鬼だぞ。イエランって行幸のとこで働いてたのか。彼女が言わないから私も秘密にしていたんだ。ならイエランはこの門を開けない方がいいだろう。旅人はどうだ？試してみないか？そうだな。この門を開けたらオイラたちの探してる人がいるかもしれないぞ。やってみようぜ。あんちゃんが中で待ってるかもしんねえ。あ、中に何がいるんだ？旅人、何か見つかったか？助けなきゃならねえ人は、あんちゃんはこの中にいたのか？その重苦しい表情、何か不快なものでも見たようね。そんな、大丈夫だ。お前の妹さんならオイラが一緒に探してやるから元気出せ。この妙なもんめ、ぶん殴ってやりて。疲れてさえなかったらオイラも一緒に殴ってやったぞ。ふい。おい、どうした？元気ねえじゃねえか。つまりあの門を通っても鉱魔耐性は見つからなかった。それだけでなく、目をそらしたくなるものまで見てしまった。この秘境、なんだか嫌な感じがするわ。常に変化しているみたいな。しかも私たちにとって不利な方向に。どういう意味だ？私もそう感じた。ここは一筋縄ではいかない場所だ。
軽率な行動は控えた方がいい。ああ、私たちは高魔耐性の後を追って降りてきたというのに、ここには奇妙な門が一つあるだけだった。その門の中も異様だ。自身の恐れているものを見せられる。私たちはきっと常識から外れた空間にいるのだろう。それに色々とあったせいか、少し疲れを感じる。ここでは疲労がたまらないはずなのに。けど、まだ致命的なものではないはずよ。でなければ、何も食べていないのに餓死しないことの説明がつかないわ。私たちの状態の変化が空間にどう影響を与えるかが心配だな。空腹感や疲労感に急に見舞われないよう、食事と休息はしっかりとっておいた方が良さそうだ。はい、おいら急に疲れてきたぞ。喋ってたらなんだか俺様も疲れてきた。いやいや、こんなのきっと気のせいだ。考えすぎねえ方がいい。手足に力が入らなくなってきた。これまでの推測では、私たちが疲労や空腹を感じないのはこの空間にいることで体の状態が停滞すると考えたからだ。だが今の状況から判断するに、精神的な疲弊は避けられないようだな。まだ高魔耐性は見つかっていないが、とりあえず体調と精神状態を整えるのを優先した方がいい。人助けをする前に自分が倒れてしまっては本末転倒だ。そうだな、休めるとこまで戻ろう。おい、チビスケ、大丈夫か？俺様がおぶってやろうか？今までずっと休んでいないのだろう。本当に大丈夫なのか？ここは予想以上に危険な場所だぞ。問題ないわ。私は集中力を必要とされる重労働が得意なの。それに君も何か新しい考えがあるんでしょ？気づいてたのか？人の表情を読むのも私の仕事よ。ああ、そうだったな。だが今はまだ初歩的な段階に過ぎない。ちゃんと整理して形になってから伝えることにする。そうね、その方がいいわ。私もいくつか考えていることがあるの。確認できたら改めて言うわね。そうかしら。今は皆で解決策を考えないといけないからな。こんなことが起こるとはな。ああ、あれのことか。見られてしまった以上、隠してもしょうがない。まさに、あれが私の心に潜む一番の恐怖だ。長いこと荒滝派にいると、様々な場面に遭遇する。問題の後始末をするときには、今まで学んできたあらゆる知識を活かすことができるんだ。まあ、面倒事が大半を占めてはいるが、少なくとも荒滝派にいる私は孫をことなく自由だと言える。みんなと一緒に街を歩いたり、焼きたてのスミレ売りを手に郊外で座り込んだり。なんだかバカみたいだろ。でもきっとそれが私の望む人生なんだ。笑わないでくれよ。もし笑ったら殴らないなんて保証はできないからな。牛を、あの門をもう一度見つけてくれねえか。おう、いい質問だ。だが皆目見当もつかねえ。おい、怒るなって。俺様は正直に言っただけだ。強引に壁を掘って道を作ることも考えたが、ここは奉行所の牢屋よりも硬え。牛尾が突進してもびくともしねえんだ。
俺たちを出す気がないってのがひしひしと伝わってきやがる。今俺様にできることは、そうだな、この気力を失ったチビスケを世話してやることだけだ。おお、そうか、牛尾も役に立ちたいんだな。そうだ旅人、もし時間があったら少し付き合ってくれないか。話したいことがあるんだ。あそこでまた会おう。旅人、来てくれたか。今この空間について考えていたんだ。未知の脅威が潜んでいる以上、悠長に構えている暇はない。しかし都合が良すぎると思わないか。お前からゴーマ大生のことを聞いてすぐにあの空間から彼の声が聞こえてきただろう。まるで恋に仕組まれたもののようだ。ゴーマ大生がその場にいると錯覚させ、未知の場所まで誘い込まれたかのような。一つ私には推測がある。だがいきなりそれを皆に伝えては怖がらせてしまうだろう。先ほど見たコウマ体制の反応から察するに、おそらく彼は私たちと別の空間にいるはずだ。だがその声も姿も私たちのいる空間にまで届いた。もしかするとこの空間はもとより錯綜しているのではないだろうか。ここにいるはずのない人、そして霊まで見えている。空腹を感じないのは体の状態が停滞しているのが原因だ。つまり私たちの時間が止まってしまっているということ。もしこの推測が正しければ、私たちは非常に不合理な場所にいることになる。つまり様々な情報が一つの可能性を示している。この地下空間は時間と空間が錯綜しているということだ。しかしそのように錯綜した空間だからこそ、どこにいるのかわからない仲間の声を捉えることができた。実に不条理だな。もちろんこの空間がそれを私たちに聞かせたのであれば話は別だ。そして先ほどコウマ体制の身に起こったことについて一つ考えがある。私たちは彼に会ったのではなく、別の場所にいた彼の姿が何らかの空間の変化により伝わり、それを見たのではないだろうか。旅人、先ほど門の中でアビスを見たと言っていたな。あの門は一見すると意地の悪いいたずらにしか見えない。あそこで私たちは怖いものを見せられただけだ。だがもしその中に入るよう誘導するものがあったら、門の向こうに何があるのかは誰にも見当がつかない。最初は冗談のようないたずらで油断を誘い、次に真の脅威によって覗いたものを捕らえる。この空間は手強い相手だ。私たちの思考を読んで手のひらで転がすように操っている。それでも私はただ黙って待っているつもりなどない。覚えているか、あの溶けた地面の横に小さな空間の裂け目があったの。ああ、あれからは空間に干渉する術に近いものを感じた。だがそこに秘められた力は通常のものよりはるかに強力だった。コウマ体制の出現は私たちと彼の空間が交わること、ましてや私たちに彼の声が聞こえ姿が見えることなど想定していないような印象を受けた。この空間は私たちを罠にはめるためのものだと思う。だからわざとコウマ体制の声をここに送ったんだろう。だがこの変化が空間に裂け目を作ることを予期していなかったように感じる。つまり私たちがコウマ体制と会話したことはそれにとっても予想外の状況だったということだ。そうだ、あれから私は戻って辺りをじっくりと調べてみた。このような混沌とした空間が交わり続ければあらゆる事象が起こりうる。だが私はこれをチャンスだとも思う。もし空間が私たちの心を利用し惑わす現象を作るのならば、旅人、私と同じように想像をしてみてくれ。心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかしたら
もう一度コウマ体制の声を捉えられるかもしれないこの感じ、うん、そこか。はあ？イエランの現像を破る技を真似てみた。こうもうまくいくとは思わなかったがな。声はこの現像の奥から聞こえるようだ。入って確認してみよう。声がはっきり聞こえるようになった。ここもそうか。そう、武者はここで何を経験し、もし500年前の戦いで死んだ。声がより鮮明に聞こえるようになった。おそらくこの辺りだ。コウマ体制、聞こえるか。エンヒだ。旅人と共にあなたを探している。旅人、エンヒ。よし、うまくいった。そちらの状況はどうなっている？あれなら問題ない。よく聞いてくれ。この空間は錯綜し混沌としている。私たちは同じ空間にいない可能性がある。だが音であれば稀に飛び越えることができるようだ。つまり別々に分かたれた空間が交差する瞬間があるということだ。我がいる場所は一切が混沌に満ちている。いいな、夜叉の身に宿る汚れは人間にとって有害だ。いや、その危険を上回るほどに今の状況は切迫しているんだ。この空間は仲間を探そうとする心理を利用し罠を作り出してくる。あなたが一緒にいなければ、あなたを探そうとする私たちは常に危険な状況に身を置き続けることになるんだ。お前たちも危機に遭遇したと。我のことは探さなくていい。私たちはあなたが心配なんだ。先ほども旅人が罠にかかって危険な部屋に入ってしまった。どうやって合流する？コウマ体制、私たちの声がどこから聞こえるか探してくれ。最も鮮明に聞こえるところを見つけて、そこで何かすればうまくいくかもしれない。そうか、混沌ゆえに交錯する空間、何かをすれば。なるほど、急いでくれ。この機を逃せば次はないかもしれない。下がれ。とにかく彼を拠点へ。互いを見失わずに進め。あら、こちらもいろいろなことが起きた。しかしこれは私たちの安全のためだけではない。怪我をしているあなたを放っておくわけにはいかないだろう。たかが怪我だ、大したことはない。それに足を引っ張るのはごめんだ。足を引っ張るなどと思っていない。みんなあなたを必要としているんだ。私たちのためだと思ってここに残ってくれないか。わかった。怪我をしているのですからひとまず休んでください。他のことはまた後にしましょう。
信用できるものが、なぜなのか。夜叉の誇り。そう、やはり簡単なことではなかったのね。あら、旅人。うん、ちょうどいい。話したいことがあったんだ。私もこの空間そのものに狙われているような、そんな感じがしていたの。でもそれを逆手に取るなんて、さすが縁比ね。時間と空間が錯綜しているという事実は、先ほどの試みで確認が取れた。となればこの空間が生み出す罠に警戒する必要がある。コウマ体制も見つかったことだし、あとは出口を探すのみか。さっきもう一度秘境を探索してみたの。新しい道を見つけることはできなかったけど、多少収穫はあったわ。私の一族は代々砲術の修練を積んでいてね。かつて一族の人間のみが使える砲器を発明したんだけど、実はあの秘境でそれと似たものを見たのよ。残念ながら近づいた途端に跡形もなく消えてしまったけれど、おそらくね。けどそれを判断するのは難しいわ。私も断言はできない。でもあれが何かを知っているのはこの中では私だけよ。つまりこの空間は本当に私たちの心を読んでいるってことね。あの門もそうだった。まるで生きているかのように、私たちを試している感じがした。人の心を読み、それを現実に作り出す。全ては私たちの警戒心を緩め疲弊させるために。ただ仮にそうだとしても、その最終的な目的は何なのかしら。死ぬまで私たちをここに閉じ込めるため。うん、最悪の事態に備えつつ諦めずに行動しよう。双眼巨炎に秘密が隠されているのは知っていたけれど、このようなことは七星でさえ聞いたことないと思うわ。そういえばイエラン、最初に外で会った時仕事があると言っていたが、あれは何の仕事だったんだ？私はカンルイヤの魔獣が侵入した時の真実を探しているの。ここからの話は全て他言無用よ。決して他の人に話さないこと。さもなければ。ああ、重々承知している。500年前のことよ。カーンルイヤから来た漆黒の獣たちにテイワット大陸の七国が襲われたの。当然
リーユエもその被害を免れなかったわ。元王帝君の命により戦艦軍は陣を敷き、死闘を繰り広げると、戦線を双眼巨炎近郊で食い止めた。けど、魔獣はあまりに凶暴だった。その戦いは、かつてないほど熾烈なものとなったそうよ。ただ、何者かが機を見計らって、魔獣を引き離したの。それにより、膠着していた戦況は、こちらが有利となった。最終的に、この戦いに勝利したのは、リーユエ人だったわ。けど、帰らぬ人となってしまった者も大勢いた。私の先祖に、その戦いに参加した人が二人いるの。でも、生きて帰ってこれた方は正気を失い、おかしくなってしまった。今の七星も、これについてはほとんど知らないはずよ。当時、双眼巨炎から生きて帰れた人はごくわずか。真実を知りたければ、機会を待つしかない状況だった。双眼巨炎の周囲の封鎖が解かれたあの日、私は当時の真相を探るため、この地への移動を申請したわ。だけど、私たちが今いるこの場所、これから直面するかもしれない危険は、私の想像を全て上回るほど恐ろしいものだった。うん。でも、諦めてはいけないわ。今の私たちにとって、生きて帰ることこそが、最優先にすべきことだもの。